思います。嬉しいね、とっても。バズ以来みたいだから嬉しいなと思う。地上波ね、まあでも深夜帯の30分だから見れる人あんまりいないかもしれないけど、見てくださいぜひ。そう、チンマグミ。出たいな、出れたらいいな。出れたらいいな。おお、めっちゃ桜さん見ちゃった。すごいとこで配信してんのよ。めっちゃ嬉しい。見て。誰だ？誰だ？めっちゃ眩しい。そう、さくらさん正解です。そう、カーテンの間にいるの今。アリが一番大好きだった時、まあ今も好きなんだけど、一番なんて言ったらいいの、ファンだった時。推しです。やばい、もうそろそろ来そう。サイリウム。教室の片隅で恋をしてる。なんだっけ。ねねねねねね。ねねねねねね。ゆっくりと過ぎてゆく。変わらないこの距離に切なくなるものがしい窓際ラバー窓際ラバー一回やったことあります。これは鎌田さんのポジションでやりました。難しい、意外と。うん、難しい。難しいよ。ちょっと待っておくれ。ちょっと待ってね。ゆっくりと過ぎてゆくあとの春に。いた、アリの桜さんコレクション。見えない。じゃじゃーん。かわいい、かわいいでしょ。これは97県ツアーのやつ。これは結構マジでガチでやったんよ。ちょっと外紙しようんちゃんのコレクションを見せてあげよう。ドン。うわ、めっちゃ下に落ちた。ドン。はい。マジ可愛くない？最強可愛くない？そう。最強に可愛いでしょ？で、ここら辺のもう、美女最強。美女最強です。かわいいよね。見て。このかわいさ。えぐない？これは東京ドームの会場限定のやつ。これは春コン。もうね、かわいいのよ。これが春コン1日目の会場と、こっちが大島優子さんの卒業コンサートの会場。でもね、集まってないのもね、いっぱいあるんだよね。マジ可愛くない？私はもうこれになりたかった。超可愛いんですよ。うん。これ、控えめアイラビュー会場。エリカは。これは福袋。これマジ全然集まんなかった。でも諦めた。でもこれ2015年に私入ったのね。だからもう入ってからのやつ集めてないんですけど、かわいい、かわいいよ。マジでマジでかわいい。これずっと見てるの。あり休みの日ずっと見てる。にらめっこしてる。なんかこれさ、揃ってたんだけどさ、なんかどっかのファイルにあるんだよね。バラバラになってる。これやばくない？マジ可愛いでしょ。マジ可愛いよ。本当に。これじゃんけん。可愛い。もう本当に可愛い。なんでこんなに可愛いんでしょう。超可愛い。マジこれは誰にも勝てん。この可愛さは誰にも勝てません。本当にこんなに可愛い人いない。唯一無二。超可愛くない？マジで可愛いよね。やばくない？もう何？本気で可愛いじゃん。本気で可愛いじゃん。ガチで。ガチで可愛いじゃん。なんでこんな可愛いんだろう。いいなぁ。マジ憧れ。憧れだし、結婚したい。やったことある。一回だけ写真撮ってもらった。でも、それも喋りかけられなくて。そう。もうね、死にそうだった。可愛いでしょ？もうこの希望的リフレインのさくらさん、マジで可愛いんだよね。本当に可愛い。本当に可愛いでしょ？そうなんよ。本気で可愛いよ。これね。もうさ、どうしたらこうなれるってぐらい可愛い。髪長いとき。髪長いときも可愛いよ。本当に。うざ。さくらさんは、AKB 選抜は、うざが初選抜なんですよ。なのでもう今週も思い出。BLT とか懐かしくない？懐かしい。うん。かわいいなぁ。これ SKE にもこの衣装あるからね。あ、こうした衣装も SKE ある。懐かしいね。九州限定のやつかわいい。この謎のミルキーさん入ってないけど気にしないでください。かわいい。福袋でさくらたんのサインチェキ当たったことあり、くださいください。これやばい、もうかわいい、本当にかわいい、本当にかわいいなマジで。で天徳で作食べの天徳マジかわいいんよ。これは劇場版たち。そしてこちらにもまだあるんですね。なんとこれはグリーンフラッシュ。でも本当はもっとあるんだよね。でもさ、なんかどっか行っちゃったのよファイルが。あら、かわいい。懐かしい。これ復刻版マジ可愛くない？共通の復刻版かわいい。2014年の美女がいっちゃん好き。かわいい、かわいすぎる。でも人生でこんなに好きになる人ありもういないと思うっていうレベル。懐かしい。お団子持ってんの、これかわいいでしょ。お団子持ってるまあいつでも可愛いんだけど、見て細くない？びっくりするぐらい細くない？恋愛総選挙。君はメロディー劇場。これはニャン系 B。うわ、かわいい。かわちい、マジでうわ、このビジュもめっちゃ好きなんですよねかわいい。君はメロディー。てか衣装もさ、さくらさんもかわいいって何？大人列車、マジでこの時の MV のさくらさんの顔面優勝してるから見てください MV。 懐かしい。このさくらさんの映画の前売り券買うとついてくるダメ女子なんですけど、ドキュメンタリーのこれのレート当時超高くて集めるのめっちゃ大変だった記憶ある。懐かしい。グリーンフラッシュの衣装も超可愛いですよね。うん、可愛い。可愛い。本当に可愛い。可愛い。あ、見て、謎にありの一番最初のコースター子供や。懐かしいって感じかな、さくらさんは。うん。あとはファイルがどっか行きました。うん、じゃん、こんにちは。いやー、マジ可愛いでしょ。っていうね。あるの写真はない。もうこの時が一番、もう本当に私大好きで、これやばいのよ、本当に。見てるかな。うん、本当にね、素晴らしい。素晴らしいです。生写真もらえないよ、自分の。でも生写真いらないからね、自分の。うん。いや本当に幸せ。周りはずっとこれを見て、あ、なんか何悩んでる時とか、なんかへこんでる時とか、これをいつも見るんですよ。したら、あ、これさくらさんこんなに可愛いんだから、ありも頑張らなきゃって思える。元気をくれる。だからもうみんなの愛の中でさくらさんがもう神の存在であるように、みんなにも愛の存在をこうね、いい存在になりたいですね。そう、でももう卒業しちゃったからね、悲しい。でも聞いてください、私全部揃えたんですよ、さくらさんの卒業コンサートのアクスタ全種類揃えたんです。だからもうそれ、もうあれはね、もうでもさすがに買うしかないと思って買ったよね。うん、マジ種類あったんだけど、何種類ぐらいあったっけ、もう揃えた。そうだって、希望的リフレインとかさ、なんか昔の思い出のある衣装を着てるからさ、買うしかないやん。買いました。ランダムなんよ、しかも久しぶりの推し活ということでいいな。あれもなんか推したい、どっか今なんか推せるとこないんですよね。推せるところっていうか、推してる人がいないから推したい。なんか結局ファンって楽しいやん。ファンやってる時って本当に楽しいじゃん。そう、あれなんかちっちゃい時からそう48をしてたりとかしてるから、なんか何かを応援してないと多分なんかダメっていうか、応援してる時が一番楽しいんだよね。うん、そうだすい。愛知県に巻いてくれてありがとう。どうした？依存症ではない。なんか依存したい、逆に。もうなんか。あ、でも愛は、これはちょっとみんなに向けて別に言ってるわけじゃないんだけど、もう一人のその人の推しができたら、なんか、絶対倒しになっちゃう。しか無理。てかそのグループしか、押せないし、他のグループも押せないってなる。そのグループのその人だけっていう風になっちゃう、マジで。そうってね、なっちゃうんですよね。なんか不思議、愛の見方変わらない。どんなイメージやったの。そう超一途だと思う。わかんない、別に DD でも全然いいと思うし、なんか楽しめなくても別にそれは人それぞれの推し方だなって最近は思うからいいんだけど、なんかわかんないの。自分は逆になんかその他の人にこの人を推そうって思ったらこの人しか推せないから、逆になんかそれがわかんないんだよね。うん、多分推し方にもよると思うけど、なんか同担拒否じゃなかったら多分問題はない話なんだけど、多分アリは自分だけがその人の良さを知ってればいいって思っちゃう人だから、逆になんかこの人の良さをなんか知らないでほしいって思っちゃうの、めっちゃ推してる時。そう自分だけ分かってればいいやって思っちゃうから、多分他の人推そうって思わないんだと思うけど、なんか見せたいよね、紹介したいの、この人の良さを知ってほしいけど周りには別に推してほしくないみたいななんか感情になっちゃうよ。そうだからそのみんなが DD になる気持ちがガチわからん、本当にそうわからないの、シンプルに。待って、どこがマウントだった今。そうなんですよね。でもこれって多分アイドル側からしたらすごい迷惑な多分ことだなと思う。なんかだって自分アイドル側はさ、いろんな方に知ってもらいたいわけじゃん。そういろんな人に知ってほしいし、いろんな人に広めてほしいし、自分をもっとなんか売り出したいって思うじゃん。けどっていうのもわかる。そっちの気持ちもわかるけど、なんか自分は別に他の人になんか良さを知ってもらわなくても自分だけがこの推してる世界がいいなって思っちゃう気持ちもわかんの。そうだからアイドル側からしたら多分すごい迷惑なことなのと思うよ。けどねっていうだからなんかそのファン同士が仲良くしてるのもすごく自分的には不思議。なんか他の推しの人となんか同じ推しを推してないオタ友ならわかるんだけど、同じ推しを推してる人と仲良くなれるのが自分的にすごいなって思う。絶対無理だからありゃ。違う推しの人に自分の推しの良さを語ってる方が楽しいの。そう。そうなんよな。そうなんよ。48には選挙みたいなけど、まあそうだよね、そういうのもまああるけど、すごいね、だからすごいなーって思う。共感を求める、なんて言ったらいいの。じゃあ例えば自分の推しが、じゃあさくらさんが自分のなんつってんの、なんかそのじゃあ違う、なんか誰かに見せて可愛いでしょみたいな、マジで大好きなんだよねって、そこで全然可愛くないじゃんとか言われるのはマジで無理なの。それはそれで怒るの。そうもうね、ほんとめんどくさいんですよ。仲良くはできるけど箱推しとは仲良くできるとしかもバチバチ。だってさ、逆になんでならないの。協力しないといけないのも分かるけどさ、違う、普通にこれダメとかじゃなくて疑問なんだけど、なんでならないの？だって自分でさ一番さその推しの中でさ一番がよくない？違いますか？でもそのいわゆる害悪と呼ばれる人たちはそれを態度とか表に表したり、その思ってることをその同じ同担さんにぶつけるのが良くないんだよね。だからこういう愛理みたいな思考でもこの心の内に秘めていればいいと思うの。別に関わらなければいいと思うので、自衛って大事じゃん。例えばさ見たくないからその人の投稿を見ないとか、あえてその人とバチバチ喧嘩するんじゃなくて自分の内に秘めてればいいと思うんだよね。そう。てか秘めるっていうのが大事だと思う。で、推しに嫌われることをするなということです。だって一番こんなに大好きで誰でも私だけがその人のなんかいいとこを知ってれば、推しのいいとこを知ってればいいって思ってるのに、わざわざなんか害悪行動をして推しに嫌われる行動を取るの違うと思う。っていうね。認知してほしいタイプされたくない人いるの逆にされたくない人います？認知されたくないみたいな人いる？それもう絶対分けやるよ。なんかだって推しの記憶の中に自分が入れるんだよ。入りたー。さくらさんの記憶の中入りたー入りたすぎるんだけど。何それ。とか言ってますけど、これはありのあくまでの考えなので人それぞれだと思います。ね、久しぶりってことでテンション爆上がり。久しぶりか。確かに久しぶり湧いちゃうね。久しぶりだねって言われたら湧いちゃうわ。だって久しぶりってことは覚えてるってことだよねってなるもんなるもんな。こっち側の思考ね。いやでもありめっちゃいいかもだと思うかもっていうかなんかランダム系めっちゃ好きだし、なんか推しに結構全財産使えるタイプの人間だから、オタク側に回らせたら結構強いかもしれんそうって言った場合にファンするのは向いてるんだよね、すごく。うん、多分ねファンするのすごく向いてる人間だと思う。こういう界隈ほんと良くない。本当に良くないんですけど、てか全然来ないんだけど。どない？ちょっと電話するわ。乗ったかな。まあ乗った。 OK、 電話しました。電話してきた。ちょっとカクつく人とか一回張り直したらいいかも。さあね、ちょっとあと5、6分ぐらいで着くので、すごいね、この時間に4000人ぐらい来るんだっていうのに驚きを隠せない。みんな暇なんか、暇なんか。あ、現在 34,245 ポイント増えたね。増えたな。これ何のポイント？なんかお米とかなんかもらえるらしい。よくわかんない。なんか30万ポイントでも集めないといけないんだって。ん合ってる？なんかめっちゃ眩しいんだよね、さっきから。なんかまだチカチカする目が。お米は大事、お米は大事、お米は大事だけども、なんかさ、お年玉何円分みたいなのがいいけどね。天城府何円分みたいな。ちょっと違った、だいぶ違った。名古屋そんな晴れてないよ。どうした？30万まで廃止しないよ。現実的で正直。あとなんだろう、ちょっとわかんない。12月じゃない、1月1日。1日ってすごいね。どうしよう、どうしようかな。ちょっと待って、 LINE が来たのでちょっと見ますね。あ、ツイッターらしいです。じゃあちょっと終わろうかな、ツイッターみたいなので。1月くん毎日やばくない？毎日配信してもらえなかったらどうする？ポイント足らなすぎて。でも30万だよね。結構さ、ちょっと無理に等しい気がするんだけど大丈夫かな。まあでも、まあ、暇な時また配信するんで。今日朝から見てくれてありがとうございます。じゃあ行ってきます。